パリーブシュ市場ロッテマリーンズのクリーンアップがヤバすぎでしょ。中村翔吾は5月以降は好調だからよくこれで勝てるな。なんでこいつらより安田の打順低いの。安田を6番に置いてる異常集団。6番は意外とチャンス多いから。チーム打率2割3分5厘だから1割9分でもさほど違和感ない。本当にヤバいのはホスト若手外野手の打撃や現場的には山口は期待できる状態なのかな。凡退の仕方が悪すぎるように見えるんだけど、山口ってフリーバッティングではすごい打球打ってそう。安田4番でよくないか。翔吾は5月からはようやっとるから A は安田の打順を上げてほしい。名将すぎるだろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。